のゲストはあの究極のビジュアル系バンドマリス・ミゼル。昨年のメジャーデビュー以来、武道館横浜アリーナと大会場を総なめ。ド派手なメイクと華麗なステージングで早くも熱烈な心情を持つ彼らが、今夜はスタジオでバスフィッシングの腕前を披露。他では絶対に見られない意外な一面を見せてくれます。始まりましたよ。雑談はやめましょう。はい、雑談は、ね、喜んでしてたんじゃないのかなって、ね、楽しみに ね。今日はずいぶん可愛い。今日可愛いでしょ。愛ね。本日のゲスト、マリス・ミゼルさんの趣味はバスフィッシング。そこで今回の問題はこちら、このフィッシング用語エラ洗いとは一体何を表す言葉でしょうか。ルーレットで当たった方、ご解説ください。あ、違う、ほら、俺じゃない。やばいな、やばいな、やばいな。エラ洗いでしょ。だってまだ温かいでしょ。エラ洗い、うわ、エラ洗い。はいはい、止まります。うわ、止まった。加藤さん、解説をお願いします。エラ洗い、エラ洗い、それはね、はい、エラあるでしょ。エラありますよ。それをこう取るのよ。それでもぐのよ。モグ、あのモグと言いますと、そうすると呼吸できません。だから魚が焦って、焦る、美味しくなる、身が締まって、ね、なんかそんなこと言わせないでよ。今夜もわけのわからない解説ありがとうございました。ゲストのマリス・ミゼルさんに早速伺ってみましょう。外国の人みたいな。そうですよね。やっと5人見揃いました。揃いました。はい、ということで、マリス・ミゼルの皆さんに今夜は遊びに来ていただきました。はじ、い、めまして。初めまして。すごいですね、白い。この中で釣りが一番好きなのは、僕もやるし、はい、お、爪が、はい、まあ、神も、神さん、ね、あと、雪も少し、お、コージも。なるほど。まばたきはしないんですけども、コウジさん。ね、面白い。こっち見た。あ、見た。マナさんとか。マナさん。聞こえますか。はじめまして。はじめまして。ようこそピンクババラッチに。お、喋ってはくれないんですかね。喋ってはくれないです。こう何か自己紹介的なものを、あのマナさんがやるときには何かあるんですか。手話ですか。まあ、大体僕か、コウジが。通訳したりとか。あ、通訳ですか。あ、通訳面白いですね。何かちょっとあのマナさん、一言テレビを見てる方にご挨拶いただいてもよろしいですか。はい。面白いな。え、マナさん、あの好きな食べ物は。フランス料理。ちょっとわからない。え、それでもわからない。お父さん、あっけに取られちゃってどうしたの。食べられないから前に出ていいんだよ。いや、エラ、エラ洗いを聞かないといけない。あ、そうですか。エラ洗いを聞かないとね。ね、っていうことなんです。はい、エラ洗いを早速。うん、ブラックバスタンドの続きかの魚が、うん、はい、まあ、針を外そうとして、うん、水面でエラをこう広げながら、うん、暴れるんですよ。ほうほうほう。それが、まあ、エラ洗い。エラ洗い。すごい高級な説明な気がする。ただ、魚。パタパタするだけでしょ。こういうの全部出しちゃいけないんだね。そうなんだよ。エレガントに、エレガントに、エレガントに、エレガントに。皆さんと一緒に、はい、今日釣りできるのか、この格好で。いや、私服に着替えて。あ、私服に着替えて。すごい見たいです。見たいですね。はい、じゃあそれで、え、それに、うん、マナさんは参加してくださるんですか。あ、マナさんしない。しない。あ、分かりやすい、分かりやすい。私はしない。ゆうきさんはいかがでしょう。僕もちょっときついかな。なんか素敵なもの持ってますよ。お、何でしょう。あ、それは何ですか。釣り竿です。バスフィッシングはブラックバスという魚を相手にしたゲームフィッシング。日本で最も馴染みのあるのがこのノーザンラージマウスバス。
その名の通り大きな口がラージマウスバスの特徴です。淡水でのゲームフィッシングとして北米で人気の高いラージマウスは生息する範囲が広く、ルアーによく反応しファイトが激しいことがバサーたちの闘争心をかきたてます。それはまさに水面の上と下で繰り広げられる人間対バスの知恵比べ。ライバルブラックバスを誘うのに最も重要なのがルアー。ルアー、ルアーとは餌に似せて作った疑似餌。どんなルアーをいかなる状況で使うかが全てです。そのためにはまずバスの習性をよく知ることが大切です。バスフィッシングは知的スポーツなのです。近年日本のバサー人口は急激に増えています。生きた餌を使わずファッショナブルな点が若者に受けているのです。ただアメリカから輸入されたレジャーであるため、あらゆる用語がカタカナのまま使われている現状では、英会話教室でも教えてくれない語句が頻繁に登場します。諦めずに根気よく覚えていくことが大切です。リリーパッドへのキャストはパドルテールワームのライトテキサスリングを使いヒットと同時にリーディングする。これがわかるあなたは今すぐ湖に繰り出す資格があります。やっぱりわかんない。全然わかんない。今のわかりました？わかりません。わかんないです ね全然、まあ、先ほどと皆さんの姿もちょっとカジュアルになって ねこちらにバスフィッシングゲームというものをご用意いたしました。めちゃめちゃ釣りたくないですよ。ものすごく気持ち悪いですね。あ、なんか寄ってきた。好かれてる。もう全然私たちわからないので、はい、早速あのどういうふうにやれば楽しいかという、はい、ゲームを教えていただきます。投げ方すら知らないからね。そうですね、まず押す、押す、押す、ここ押す、そう、あ、外しとこう、構える、構える、構える、ほい、で、投げる、投げる、で、巻く。え、そんだけ。巻いて、あ、巻いてから釣ればいいの。そう、巻いてから釣る。あ、そうなんだ。やめて、やめて。で、魚にめがけて投げる。魚めがけて投げる。カメラさんじゃなくて。カメラさん。私に突っ込まれた。素敵よ、ちょっと。なかなかないわ。え、いつも行くときはどんな格好で行くんですか？うん、あのこの格好。嘘。嘘。なんかいっぱいポッケがあるこうベストとか。いや着ない。着ない。エレガントじゃないから。面白い。エレガントじゃないから。まあそんな会話もしつつですね。みんながこのバスフィッシングにハマったきっかけって何ですか？はい、たまたまね、うん、街の中でこの休みの日に、歩いてたの。そしたら神がいたのね。神がいた。そう、神がね。あ、はいはいはい。で、何してるの？うん、何もしてない。明日の朝何やってる？うん、何もしてない。釣り行こう。まだ渋い。その日に決まったの。で、その日に上州屋さんに行って、竿、うん、とリール買って、うんうん、た上州屋さん行ったの。はい、上州屋さん。ありがとうございます。それだけ聞こえた。あ、そうなんだ。これ結構楽しいゲームですか？あ、楽しい。これをこれ楽しい。楽しい。本当？家の中でやりたい。しまった。でも3匹目。あ、これすごいね。今まで一番釣った中で大きいのって何ですか？ブラックバスだと53センチぐらい。53センチ。50センチ超えたらものすごいんですよ。でかいんですか？うん。で、コウジさんはどれぐらい大きいの釣った？あ、聞いてません、聞いてませんでした。1回しか聞きましょうよ。1回しかやったことのない釣りで、うんうん、一番大きいのってどれぐらいでした？ほんとね、釣れたんですか？釣れたよ。ほんとね、こんぐらいのね、ヤマメ。渓流だったから。おー、難しいですね。そうそう、やっぱりこういう格好でこういう靴行ったんだけどね。こういう靴かなり間違ってるって言われると思う。間違ってるって。そうですね、ちょっと渓流にそれで行くかい？ちょっと、あんまり釣りなめんなよって言われるかもしれない。バスフィッシングには何が必要なんでしょう。まずロッド。ルアーに動きを伝え、ヒットした時その弾力でラインが切れるのを防ぎます。大切なのは強度と硬さ。強度をパワーといい、しなり具合をテーパーといいます。初心者にはパワーもテーパーもレギュラーがおすすめです。続いてはロッドにつきもののリール。ベイトキャスティングとスピニングの2種類がありますが、初心者でも扱いやすいのはスピニングリールです。
バスの好奇心をくすぐるルアーには数えきれないほどの種類があります。代表的なものを見てみましょう。トップウォーター、その名の通り水面で魚を誘う時に使うルアーです。ミノー、細長い魚のシルエットでより本物の小魚に近い形のルアーです。クランクベイト、バスフィッシングを極めるならこのルアー、突き出たリップでどの層も攻められます。スピナーベイト、派手な動きでバスを誘います。ワーム、ソフトプラスチック製のルアーで、もともとミミズに似せて作られました。今まで見てきたようにバスフィッシングの道具はどれもおしゃれです。それが多くの人を魅了する原因の一つなのかもしれません。全然わかんないね。ね、わかんないし、なんか子供だましなっていうの多いじゃないですか。ということでこちらにいっぱいありますけれども。うん。ね。うん。なん、これはギャグ、ウルトラマンとかっていうのは。これはね、釣れない。やっぱり釣れないんだ。魚も騙せないんだ。そうだよね。これとか男釣れそうでしょ。釣れたね。釣れちゃいましたもんね。これはあれですよね。うん、魚を、そのバスを。これにね、うん、匂いをつける。あ、また似合いますね、そういうのが。それでこれにね、つける。え、なにえ、気に書いて、書いてみ、思いっきり思いっきりうっつけてみる、臭いから。これはね、ミミズの、まあ、匂いっていうか、魚が寄ってくるようにね、するやつなの。こんな匂いがする。あの、キムチの匂いがする。いや、あ、かきたい。なんか違う、不思議な匂い。まあ、エレガントだよね。エレガント、そうだね。嗅がなかったし、ね、キムチだ、これ。ガクトさん、返しよ、それ。ちょっと。ダメじゃないですか。じゃ、これ何？これが僕たちのステージ使われてるムチ。ムチステージの中でやったりとか。しかしやってね。何これ。これはね、まあ、ワームね。ワームこんなでっかいの。そうそう。何釣るのこれ。これ、食らいつくの。たまにね。あ、ほんと、後でやってみようよ。なんか、バルスがやらしくていいね。ちょっとエッチ。エレガント。エレガント。これがロッド。ロッド。え、サオっていうことですか。なんで笑うの。あ、ごめんなさい。マリスがやってエロチックでいいね。サオ。そんな口調で言うからおかしいんだよ、絶対。もっとサオとか言えば。え、それは違う。それマイサオ。まあ、これがね、うん、マイサオ。マイサオ持ってきてくださったんですか。これマイサオ。ずいぶん細くて長いんだね。本物はもうちょっと太い。お気に入りのこれスコーピオンって結構硬い。面白いな。やっぱね、硬くないとね。硬くないとね、そうなんだよね。強くないとね。強くないとね。持久性ないとね。長くないとね。長くないと。面白い。それぞれ動きがあって、例えばこれはスピナーベイト。スピナーベイト。スピナーベイト。ベイト。スピナーベイト。とかね。で、どうやって動くのか。割り込めば動くの？クラゲみたいな。これですね。なんかマリスが釣り竿持ってると変な感じ。面白い。クラゲ？なんかクリオネみたいな。こういう形で。ああ、なるほどなるほどなるほど。自分でこうやってても動かして。そうそうそう。動かさない。ああ、面白い。するわけですね。けどあいつびっともしませんよ。無視。無視。うわ。うわ。マジで？スタラ。スタラと。釣ったらこう。あ、こうやってここまで釣ったらこう。こうなるよっての教えてくれていた。すごい。水が上がった。歯は？歯は少しある。じゃあ痛いんじゃん。どうやるの？親指をね。あ、下があるじゃん。親指をこう押して、置いて。どうやってキャスティングしたら良いのでしょうか。上手なキャストは釣りの第一歩。道具を揃えても魚のいないところにキャストしていてはヒットしません。
狙った場所に正確にキャストできることが成功への一番の近道なのです。ではこれから基本的なキャスティングをお見せしましょう。オーバーヘッドキャスト。まずロッドを剣道の竹刀を握るように持ってください。そして時計の1時の角度に素早く振り上げ、10時の角度に素早く押し出しリリースします。これは基本中の基本、最初にマスターしましょう。ピッチングキャスト。まずルアーを左手で引っ張り手首を返します。そしてロッドのしなりとスナップを使い前方に押し出します。正確なキャスティングをしたいときベストです。経験を積むことによってピンポイントで獲物を狙うことが可能となります。一流のバサーならこんなことも。どの方法であれ一投目で正確にキャストすることが肝心です。せっかくのポイントも何回もキャストをしていては魚は塔の昔に逃げてしまっていることでしょう。なるほどね、うん、いろいろあるわけなんですけれども、はい、今日はこれから何を、うん、今からねゲームをするんだけど、うん、じゃあちょっとあっちに移動してみましょうかね、はい、そこのキャスティングキャスト、そうみんなの足元にバケツがあったんですが、はい、このバケツに、うん、私この辺でいいや。よし、じゃあみんなそれぞれ2回ずつ投げて、あ嘘、入った人が、うん、ごめん、人が入った人が、入った人が来週休み松方さん行きましょう。あ、大きすぎならもうちょっと。でなんで一人だけそこに立ってるの。いやいや、これあのこれの方、この方が投げやすいんだよ、高いところ。本当に当然じゃないかよ。みんなに勧めてくださいよ、そんな素敵な情報。素敵な情報接種してるから。いやー、帰ら、松方さん、来てもらわないとね。はい、頑張ります。頑張ってちょうだいよ。はい、じゃあ佐久間さんから。あ、惜しい、すごい惜しい。あともう一回、あともう一回、うん、だってクールだ。それ、うわー、おめでとうございます。休み、休み、休み。さあ続いてまた5人に揃ってもらってね、うん、歌を聴かせてもらおうかなと思うわけなんですけれども、新曲が9月にリリースされましたけれども、こちらルシェル、ルシェル、ルシェル、うん、これどういう意味ですか。天空とか空とか、ね、天空とか空、フランス語、フランス語、ルシェル。でこの中に、僕は君を忘れないっていう歌詞があるんですけれども、今までこういう人に出会ったことあります。結構いますね、うん、じゃあ早速なんですけれども、はい、新曲が9月にリリースされましたけれども、はい、こちら、はい、ルシェル、ルシェル、ルシェル、うん、でこの中に、僕は君を忘れないっていう歌詞があるんですけれども、今までこういう人に出会ったことあります。結構いますね。結構どういう風にして忘れないことが多いですかね。悲しい思いをして。例えば、うん、まあ、僕らが一番一作目に出したベリエルっていうビデオの撮影、フランスに行って、はい、でそこでやっぱり出会った人たち、うん、で現地のフランスの女の子たちとか、僕らと全然交流が始めなくて、はい、言葉が通じなくて、うん、やっぱり日本人の人たちがこうフランスに行ったりすると、うん、なんて言うんだろう、プライド高いとか、うん、絶対英語喋ったりしないとか、うん、って言うけど、全然そんなことなくて、うん、みんななんとかしてね、自分たちの気持ちを伝えようってしてくるわけ、うん、で僕らもやっぱり同じで、うんうん、彼たちとか彼女たちにすごくなんていうのかな、自分たちの思いを伝えたくて、うんうんうん、必死になって喋る、うん、そうすると言葉っていうのがなくなっちゃって、分かります、分かります、思いが超えるんだよね、うんうんうん、やっぱりあの時のことは忘れない。あ、じゃあマナさん、マナさんジェスチャーしたいな。なんだろう、終わり。これだけかい。わかりました。だろう、テロップは多分出てる。わかりました。
導かれて流れ落ちる真っ白な涙が風に吹かれ時を刻む知らない瞳は果てしなくどこまでも続く大地を映し小さな海忘れてた僕の涙の跡をなぞる君の細く過ぎ通る声が僕を離さないもっと強く抱きしめて僕が空に帰るまで君の頬飯はまだかい？